なんか不幸女っていうのこう見てる視点みたいなやつを話す場面がちょっとありましてですね、不幸女の観点はまあ老作、あ、これね損得感情と密接なんですよ。で、老作あるいはお金、お金っていうのは物だったりするし、老作っていうのは、うん、ホスピタリティみたいな親切とか、あとは愛情とか、あと、誕生日の時のサプライズとかお迎え来てくれるとか、まあ何らかそういうような、なんかね、でも老作とお金ってまあほとんど同じですね。自分に直接彼が何かをしてくれるか、どっかで彼が何かをして働いてきてお金と交換してきたもので何かをしてくれる、ものをくれるかとかっていうのは、まあこれその人から生み出された、つまりこれはその人が生み出すものじゃないですか。まあ経済的な観点で言うと付加価値、その人が何かアクションを起こして何か価値を生み出してるわけですよね。椅子を引いて座らせてあげれるっていうこともそれは価値なわけですよね。これ自己価値の話じゃないですよ。人間は何かを労作をすると価値が生まれちゃうわけじゃないですか。だってただのなんか食材だけあっても、まあ、食材を作ったって価値は発生してるけど、今度食材を買ってきた人が調理をするっていう労作を通してお料理を提供するっていう価値を生み出せるわけじゃないですか。そんな風に人間が何かをこうやると価値が生み出される、つまり自分が生み出した価値をどれだけ与えるかっていう話になってくるわけですよ。あ、恋愛において結構多く見受けられる今観点に関して話してるんですけど、だとこれ男性が例えばね、一応立場として男性がこれを与える側だとするじゃないですか。そして受け取る側が例えばこの場合女性だったとしますよね。そうするとこれが自己価値と連動してるわけですよ。自己価値が高まるっていう状態の発生のためにはこれはいっぱいもらうしかないいっぱいもらうと自己価値が高いっていうところに連動していく。でもここで断り文句ということとしては、何もしなくてもいっぱいもらえたらなお結構なんですよね。だと女性は私すごく愛されてるっていう風にね言うんですよ、言ったりするんですよ。ところがこれ不幸女の観点ですからね老作っていうのは愛情って曖昧に書いちゃいましたけど、まあ、うん、ハグとかそういうスキンシップ系もそうかもしれないけど、言葉とかね結構感化されやすいですね、女性の場合は。愛情の中にはやはりちょっと別格として言葉っていうね、なんか好きだよとか愛してるよとかさ、まあ意思確認されたような言葉っていうのは結構割といっぱいもらうと愛されてるっていうふうに思っちゃうわけじゃないですか。じゃあ実は世の中に出てるテクニック本っていうのはこれをいっぱいもらう方法なんですよ。だっていっぱいもらったら自己価値が高まるっていう方向に行くでしょ。じゃあいっぱいもらえることをテクニックとして書いてる人もいっぱいもらったら自己価値が上がる、これをなんていうのかな、偽物なんだけど幸せと女の幸せとかよく言うじゃないですか。疑似的な幸せ、幸せというふうに捉えてしまうんですよ。ところがこれ実は本当偽物で幸せじゃない、幸せとしてしまうけどこれは本当に偽物、幸せじゃない。だからこれをいっぱいもらう方法を考え、だから例えばさ、メールがなかなか来ないなっ
って悩んでる、例えばチャットとかでも返信来ないなっていつも悩んじゃう、恋愛するとだと彼が返信したくなる、メッセージのやり取りとかっていう本があったらこぞって買って読んじゃいたくなるでしょうね。そうすることに、それを読んで実践することによってこれをいっぱい、つまりメッセージをいっぱいもらうことによって自己価値が高まってる。つまりこれって主観としては、これね、主観、自分の主観はとにかく、まあ本当一般的な表現だけど、愛されてるっていうふうに思うんだよ。愛されてるっていうのを、愛されてるイコール自己価値が高いっていうふうに表現したくなっちゃう。ところが愛されるっていうことはそういうことじゃないの。ただし、なんていうのかな、ちゃんと見てもらうってことなんだけどね、愛されるって本来は。だけどちゃんと見てくれてるからこそ物がいっぱいやってくるっていうことが連動してるの。ちゃんと見てくれてるっていうことが得られてるっていう証拠として、なんかいっぱい物が、物とか労作が来てるっていうふうに思っちゃうの。ところが見てくれてないのに物や、まあ、お金がいっぱい来てるとするじゃないですか。これ本当は愛されてるかどうかなんて分かんないですよ。この意味分かりますかね。子供もそうなの、ちゃんと見てもらってるっていうことがあると親からなんかいっぱいやってくる、お世話がやってくるじゃないですか。でも子供はだから、その自分がちゃんと見られてるって思ってると親からいっぱいお世話がやってくるってことが連動してるから、こういうこと覚えちゃってるけど、ちゃんと親が見てなくても物がやってくるっていう状態はありますね、世の中に。そうとか甘やかしとかですね。だから子供ってちょっと過干渉とか過保護の場合っていうのはすごく大変で、物がやってきてるから自分はすごく愛されてるはずだ、よくしてもらった、すごく親にはよくしてもらったと思うんですけどねっていうふうに言うんだけど、なのになぜ私は親にちゃんと大切に育てられたのにこんなに悩んでるんだろうって、いや自分でおかしいんじゃないかって、自分が欠陥品だっていうふうにこう悩んじゃったりする人もいるんですよ。事実、親がこんなに大切に育ててくれたのに、どうして私そんなに現状に不満があってこんなに苦しいんだろうって、他者比較ばっかり起きてっていうふうに言ってる、相談してくる方結構いるんですよ。でその人のことひも解いていくと、はあ、私の場合お水って言ったら、もう例えば自分が20代超えて、働きに出てからもう実家に暮らしてったしばらくね、水って言うとさ、水がポーンと出てくると、あれあれ何々って言うと何がちょんと出てくるっていうふうで、もう自分でもう何も動いたことがないっていうことだったっていうことが、ここに原因って、この自分の自己不安のところにこれが接続してると思ってなかった。つまりその自分自身で何かを打開してやってったりとかってする前に、親が全部転ぶの先の杖を、まあ家の中で水一つ自分で汲まないわけだから、そういうふうに全部親が張り巡らして私のためにやってくれてたって、それが親のするべきことっていう風に覚えちゃうでしょ、それ以外の親を見たことないから。ところがこれが過干渉で過保護されてて、自分でやったっていう力をつけ、失敗しても辛い思いをしても、あの時やってこうだなっていう自分の中でこうかくやれるってことを獲得した感っていうのがないから、つまり自信がないっていうことになっちゃう。あ、だからなんだって。だから本当は残念ながら、まあ、構図的に説明すると、お母さんは確かにね、いいんだよ、何々さんにとってずっといいお母さんってことで全然その印象を変える必要はないんだけれども、実はやってきたことは過保護と過干渉だったから、自分がお世話をすることで自分の役立ちの度合いを上げてたっていうことを、お母さんがやってたっていうことにはなるねって。だけどお母さんだってそういうことをやるには、そういうことを学習したっていうことも自体があるわけだから、誰のせいでもないわけだから、印象を変える必要なくていいお母さんでいいんだけれども、自分の自信のなさ、自分でやれる気がしないっていうのはその習慣を持ってなかったから、だからこれから自分で怖いけどやってみて失敗しても
いいし、だから失敗したことがないってことよ、つまり、うん、だから自分の足でちゃんとこう歩んでる感っていうのが得られてないんだよね、うんうん、だからいつもそうやって不安っていうか、で結局なんかなるとまた親が助けてくれちゃうっていうことになる。でもいつまでも親は生きてるわけじゃないし、自分でやってみたいってこともあるだろうし、うん、なんか気ぐらいは結構高くなっちゃうみたいなんだよね。気ぐらいが高いっていうのはつまりその自分はすごく自分の内面で感じているやれる感以上にできる人っていう風に自己イメージを持ってるんだけど、いざ自分の中で経験値が少ないもんだからやれる感っていうのが自己イメージと合致しなくて、それで不安になっちゃうっていうことが起きるわけよね。うんうん、まあだからさっきちょっと話余談が長くなりましたけれども、その物が来る労作、このお世話ね、これって結局別の言い方をするとまあお世話っていうことになる。子供時代だったらお母さんの、はい、お世話のカテゴリーになってくる。お世話いっぱいされる、それはお母さんがちゃんと見ててくれたら自分に対応したお世話がやってくる。でもところが自分をちゃんと見てくれてたら時には厳しいお世話もやってくるわけですよね。自分でやってごらんっていうことだったり、でも見てるからやれるよっていうこう試練もセットのお世話がやってくるわけですよね。年齢の段階的にはさ、それがいつもさ物が来るっていうとさ、この子の段階を見ずに親がやりたいことだけやってるっていうお世話っていうのは自己満足をするために道具にさせられてるっていうことにやっぱり気づけないよね、ちっちゃいうちはさ。なもんだから結構足りない、例えばそのそういう過保護の人はそうなっちゃうんだけれども、逆にほら自分の自己の役立ちのために物を与えるっていう、たまたまそういう防衛スタイルの親から育てられちゃうと過保護過干渉で育ったってことにもなるんだけど、自分にゆとりがない、何も子供に過干渉することで自分の防衛手段を持ってるっていう人ばっかじゃないから、自分の言うことを聞かせるとか服従させるっていうことを防衛手段にしてる親だっているわけだし、あと外で認められるっていうことをあのすごく必死でやってる人は家庭の中ではネグレクトっていうか、あんまりこう見ない、お母さん忙しいんだからちょっと自分でやっててとかっていう風でなっちゃうっていうさ、いろんなパターンがやっぱりあるわけだけど、いずれにしても親の防衛手段の発表っていうことを目の当たりにして暮らすっていう風になっちゃうと、その過保護過干渉の人はとにかくもらうものはもらって、当然自分はもらえるもんだって自己認識が起きるけど、自分で何かを打開していくっていうこの感覚がちょっと乏しいっていうことになる。でもそれ以外の人はなんかちゃんとお世話をしてもらえなかったっていうような、つまり褒めてもらえなかったとか、その事実上の服を一緒に着替えさせるとか何か買ってもらうとかあんまり人間望まないけど、やっぱりその自分がやったアクティビティに対して一緒になって喜んだり、すごいねって言ったり、こうしてみたらって言って一緒になってこう自分の世界を共有してくれるっていうことをしてほしくなるんですよね、大きくなるとだんだんとね。小学校のやっぱり中学年以降からどんどんと自分のやったことを話して、わーすごいねとかっていうふうにこうしてほしいってことになるんだけど、それをあの足りないっていうふうに感じてると、それをいっぱいもらうっていうことが愛されてるっていうふうに勘違いしちゃうんですよ。足りないものをいっぱいもらったら自分は愛されてるっていう充足が起きるわけじゃないですか。これをあの特に恋愛に持ち込んじゃったバージョンだと、これをくれるのが自分が女性だったとして、それが男性だったとしたら、それをいつももらえる場所にいるみたいな話になっちゃうんですよ。誰か相手ができると最初はね、そんな感じ。ところがもらえるかもらえないかわからないっていう緊張状態がだんだん起き始めるわけですよ。こんなこと言ったら嫌われるかなってね、こんなこと言ったらダメって思われるかなっていうふうに、親子関係みたいな感じの感覚がまた持ち込まれちゃうから、自分が親子関係でまあ繰り出してきた交換条件みたいな、つまり防衛のが繰り出されるようになってくるわけじゃないですか。で苦しくなってきちゃうんですよね。そういう自分に何かをくれて自分の自己価値の上がり下がりっていうものを左右するみたいな
人っていうものと一緒にいるって環境自体が窮屈になってきちゃったりとかするわけですよ。それが陥ってたこと。だから暫定的なテクニックっていうのはこれをいっぱいもらう方法だから簡単でしょ？簡単なんだけど、実はちゃんと理解をしていたら自分でできるようになるわけよ。でもなんでそういうことをするとこうなるかっていう理屈はこの根底のことが分かってれば、あ、当然そういう行動になっちゃうよねみたいな理解になると思うんですよ。なんか恋愛ノウハウ本見てとしてもこういうことやりましょうっていう書かれる理由は当然それそうなるよねって、なぜならこうだからみたいな風に、こう結局ね、実は ここでまた男性と女性の違いっていうものがあって、これよっぽどひどいレベルのアダルトチルドレンになっちゃった男性っていうのはやっぱり自分が可愛がられたいっていう風なことを思うから、例えば最初はすごく恋愛でこういう風にいっぱいもらえる人っていうか場面が自分の中に起きたっていう風だと、恋愛し始めの頃はこう不幸女性の観点とはつまり恋愛依存症気味の人にとっては高揚するんですよね。いつも会いたい、彼にずっと会いたいみたいな感じになるんですよ。なぜなら彼と一緒にいればハグしてもらえるし、可愛いって言ってもらえるし、何か一緒にご飯食べてご馳走してくれるかもしんないしって。だけどなんかここの部分がなんかみんなねどうやら薄い最近、いつも割りかんとかさ、だとなんか彼からの愛情が目減りしてるような気がしたりとかして、これって普通いつも割り勘でいいんですかとか聞いてきたりとかする人いるんだけど、もうちょっとそれ分からないですよね。その経済状況によってちょっと多少違うし、でこれもバーンと全部出してくれたら最高に私は自己価値が高いって人間っていうか女になれるのにっていうことを言いたいんだと思うんですけれども、あといつもお迎えに来てくれたりとかね、最初はいいんですよ。で今度最初が良ければ良いほど自分の中でこれを失いたくないっていう思いが出てくるわけじゃないですか。いつもここでほら愛されてるっていうのはこれはほら充足感という快感になってくるわけだから、快感と安堵感は別物なんですけど、快感が安堵感のこう置き換えというかすり替わりみたいな感じになっちゃってるから、私からと一緒にいて愛されてるって思うっていうことがもう生きてる喜びみたいな、なんかこう生きていられるっていうか生きていけるみたいな感じに置き換えられちゃうんですよね。ところがこれを失いたくない、つまり生存の安定っていうものを失いたくないっていう意味なんですけど、そういう風になってきちゃうと失わないようにしようっていう防衛が繰り出され始めるじゃないですか。そうするとね、相手にもっとやってあげなくていいのかなっていう風に思い始めるの。だから本当は何もしなくてもいっぱいもらえるんだったらなお結構だけれども、いつもだから何もしなくてもいっぱいもらえたら自己価値がすごく高まるんだけど、同時に何かしなきゃ本当はねって、本当は何かしなきゃっていう風に思ってるんですよ。だから本当は何かしなきゃいけないのにっていう気持ちがくすぶってるんですよ。でも最初は男の人ほら性欲に駆られて結構なんか結構絶大なそうホスピタリティを発揮しようとするじゃないですか。ご飯ごちそうするとか、なんかこう頑張る自分がオスとしてのプレゼンをね。だから最初はすごいメッセージもくれるし電話もくれるし、なんかすごいチヤホヤしてくれるみたいな、可愛いねとか言ってくれるしってね、それが女性の中で印象づくと付き合いが進むにつれなんでこんな薄くなっちゃうのって、最初の頃はあんなに私のことを愛してくれてたのに最近はめっきりそうじゃなくなったっていうけど、それは男の人にとってオスプレゼンが、最初プレゼンしてそれでオッケーって言って受諾して女の人が選んでくれたらあとプレゼン終わりだもんね。じゃいつまでもプレゼンしてると思うのよ、もう選ばれたんだから俺はっていうことで終わるわけじゃないですか。それ女の人はそう思ってないわけですよ。オスプレゼンをなんていうのかな、自己価値と連動させてるから、オスのプレゼンは一応ただ
その性欲を満たすっていう原動力なんだけどね、オスとしたら悪気はないけど、そうなんですよ生物学上で。プレゼンして選ばれたんだから一安心っていうことに落ち着いちゃうと、女の人が勝手にオスがオスとしてのプレゼンをしてるのを自己価値の高まりと連動させてるもんだから、オスプレゼンが終わったらそれオスにとっては普通の行動をしてるだけなんだけど、女の人は自己価値を下げられたみたいな怒りになっちゃうんですよね。なんで何もしてくれないのとか、なんで私になんか釣った魚に餌はやらないっていうことみたいなことを言い出したら、その通りなんですよ。釣った魚にはもう餌やる必要ないんですよ。まあその通りだよって感じになっちゃうわけですよ、オスの側からしたらね。だからそれは、ただしそのこれはさ、不幸女の観点で男の人は釣った魚に餌をやるとかやらないとかっていうふうに思ってるんじゃなくて、最初はやっぱり自己アピール頑張んなきゃいけないけど、だんだんその人が特別な人になってったら、今度はオスプレゼンではなく、オスとしてのプレゼンではなく、うん、そうだね、例えるならば中堅八高に変わっていくみたいな感じだから、そのなんか忠誠を誓うじゃないけどその女性が自分の中で特別だって思えてけば思えてくほど中堅八高に行きたがるんですよ。それが男性としての快楽回路なんですよ。自分が忠実にその女性に関わることによって女性がいつも喜んでるっていうような場面を体験できるようになるっていう風だと、中堅八高化していくというか、まあ中堅八高って言い方はちょっとなんか男性にとっては耳障りが悪いからなんてしようかな。とにかく一人の女性に集中できるっていう状態が多分発生するんだと思います。うんうん、だからあんまりその、だっていつも自分がやることを喜んでくれたり笑ってくれたり、なんだろう、ありがとうって言ってくれたり、会いたかったとかって、なんかおかえりとかっていう風に迎えてもらったら、こんなに俺必要とされてんのかっていう風にね、これ役立ちの度合いっていうよりも、オスはその特別視するメスにやっぱり吸引させしてくっていう性質があるもんだから、なんか世の中的にはね、オスは種まきたいからどうとかこうとかって言うけど、私はね、正直ちょっとそれはちょっと違うと思っているんですよ。だって人間以外の動物でも結構長きにわたってつがいでね過ごすっていう生き物はいっぱいいるし、人間はどちらかとつがいが向くんですよ。ただつがいのそのなんか意思疎通がちょっと不具合になるほど性質が合わなかった場合は、本当はつがいになんない方が良かったんだけどなっちゃったみたいな間違いが起きたら、そりゃつがいを解消しましょうっていうことも起きたって、それは当然あるわ、起きるってことも当然あるわけだっていうだけのことであって、間違いなくつがいだっていうふうになるには、やっぱりそのさっき書いたようにこう刺激感でいると間違ったつがい選びやすいんですよね。自分の中にその嫌なことなんか微塵もやらないよ、いや嫌なことでも納得をすればやりますよっていうような生き方してる人って、つがいの選び方もこうつがいとなるパートナーの選び方も間違わないから、この人だって分かったらもうそこからだからフラフラするってこともなくなるんですよ。だからこうパートナーの選びをなんか自然にミスってしまうっていうことも弊害として起きるわけですよね。刺激感で生きるっていうことは、だって自分の不足な点に目を、不足の補充に目がいっちゃう、だから不足の補充に目がいっちゃう、どれだけ自分のことチヤホヤしてくれたかっていうことを基準にする、案外いいやつじゃんとか、すごいいい人とか、すごい優しいとか、その自分が愛されるっていう快感、充足を満たしてくれそうなことをやるっていうプレゼンをいっぱいしてくれた人にこうピュッて感化しちゃう、なびいちゃうっていうことがあるから、まあオスとしてはプレゼン成功なわけだけど、プレゼン期間が終わっちゃったらプレゼンはもうしないわけだからね、なんなの騙されたみたいなことになる人もいっぱいいるでしょうね。なのでその自分の愛されてない、もっと愛されたいっていう、もっと認められて、もっと見てほしいっていう承認欲求の欲求不満、つまり不足感っていうものを補うっていうことをやってそうな人っていう観点を持つと、パートナー選びを間違ってしまいがち、自分にとって合ってない人を選んでしまいがちっていう意味なんですけど、足りない点を補おうとするっていう考えは足りない点にしか
観点がありませんね。足りないもの見てたら足りなくなるんですよ。なので恋愛でちょっと失敗しがちだっていう人っていうのは、この自己価値の上がり下がり、つまり愛されてるっていう快感を得られるか得られないかっていうことの尺度で物事を考えてしまいがちなので、まずパートナー選び失敗するっていうことになりますよね。で、本当は何かしなきゃっていうことを内包してるから、そういう人っていうのは、だから結局最初のプレゼン良くて関係が壊れたくないっていうと、何かしなきゃ病が出ちゃうんですよ。失いたくないって明確に思えば思うほど何かしなきゃ病が発動し始まって、まあ病って言ったけど今、まあ防衛が始まるんですよ。なっちゃうと、こっからが結構分かれ道で、まず基本はパートナー選びがちょっと間違った方向になっちゃうっていう傾向もすでにはらんでるっていうことも、そのここにこのタイトルにちょっと該当してしまうことはさっき話しました。で、いざじゃあまあとりあえず選んだってなってから、もう一つの落とし穴は、自分がこう何かしなきゃを内包しちゃってることを同時に持ってるから、そわそわし始めて、いわゆるこれを失わない防衛として簡単な、皆さんがやりがちな、まあ話聞いてるとやりがちな傾向としては、やっぱ尽くすっていう行為をこうたくさん繰り出してしまう。そうするとこれは今度男性の性質っていう話も今合わせてやってますけれども、性質として男性が男性としてのいいポイントっていうものを全部腐らせていくんです。男の人っていうのはこれね、もちろんその無価値観から来る役立ちの度合いとはまた別で、自分が特別視してる女性との関係、オスとしてのっていうのはまた別にあって、オスとしてのとか男性としてのっていうのがまた別にあって、それは喜ばせたいっていうのがあるんですよね。自分が特別視してる女性を喜ばせることによって、男性としての性質として来る喜びっていうものがあるわけですよ。それを根絶やしにしちゃうんです。結局男性が何かをして喜んでくれるっていう状態を持つ、そうするとはっていうふうに、男性が男性としての自分のもともと持つ庇護欲求だったり、女性を喜ばせるっていう男性としての充実感っていうものを、全然喜びポイントっていうものを発生させる場面を、なんていうかな、目を摘んでしまうので、逆に男性のもともと持ってるその無価値観から来るその行動様式っていうものを逆に露呈させやすくしてしまうんです。その尽くしてもらうっていうことで、自分が逆にね、女性からやってもらうのをやってもらうことはやってもらいたかったけれども、なんて言うんだろうな、まあ、つまり都合いい女化してしまうっていうことですよね。で、どんどんとその女性にやらしとけばいいやってことになるんだけど、今度は反面男性としての喜びが感じられなくなるもんだから、価値が下がってっちゃうんですよね。その特別だっていうふうに、オンリーワンの価値が下がってっちゃうんですよ。全然、つまり楽しくないっていう主観が発生しちゃうの。だとさ、楽しくないもんだから当然連絡乏しくなってったりしますよね。会う頻度も下がってっちゃいますよね。ワクワクしないからね。だと違う自分が楽しめる相手っていないかなっていうふうに外に目がファッて向いちゃう。だと女性はますます防衛が激しくなって、なんかメッセージとかもなんか送っても帰ってこないってなると、今度は帰ってこないって文句を言い始めたりとか、いろいろ束縛っていうか縛りをなんか愚痴として言ってしまうんですね。だとますます男の人がオスとしての感覚として楽しくないっていうことが劇的になっていくので、逃げたくなっていくっていうことが起きるんですよ。だから中堅八高に変わっていくか、自分の中でその他に目移りしていくかっていう
ことの境目がそこで出て枝分かれしていくんですよね。で、他に目が向いていくっていう以前には女性が尽くし始めてそれに答えが返ってこないことを文句を言うっていうことになってるはずだから、文句を言われると男性としては自己価値が下がるっていう感覚があるんですよね。批判されたという思いになるっていうことなんですけど、だとそれは防衛としては批判されたくないから接しないとか嘘をつくとか自分のことあまり話さないとかいう防衛が繰り出されることになるじゃないですか。だから逃げる方向性に行くわけですよね。防衛っていうのはまあ直接戦うか逃げるかで、何か文句言われたらバババババってこう言い返す、あるいは言い返しが激しくなって彼女をこれ以上傷つけたくないな、手が出そうみたいな風になると今度傷つけたくないから離れるとか、まあ、どうせまた喧嘩になってごちゃごちゃになるぐらいだったら会わないことにするとか、あるいはもうめんどくさいって感じるから最低限の時間しか彼女に使えないっていう風な思いになってっちゃうとかっていう風と、また彼女がさらに追っかけていくみたいな感じに、もっと尽くそうとしたりとか、だと男性としての楽しみもなくなっていくし、そのまたわわ言われるのが嫌だとかっていう風でどんどん逃げ足が早くなっていくっていう感じになっちゃうんですよね。そういう構図が起きます。だから仮にじゃあまあ最悪もうそもそもパートナー選びがつまずいてたんだったとしたら、本当は私興味がない夫、この人でもただ優しいっていうだけでずるずると一緒にいようとしたんだなっていうことを途中で気づけば、その人とは別れるってこと以外がなかったんだなってすんなり思うっていうことになる。まあ現状付き合ってたとしてもそういう風な相手だったんだなって分かったら分かったらそれだし、でも本当はなんか分かるんですよね。人間ってさっき言ったみたいに、ここさっき書いたみたいに後天的な要因と主体的な要因と両方持ってるわけだから、この人なんか私本当はこの人会うっていうか、なんかこう理屈抜きになんかこの人っていう思ってるものって分かってるから、だからそういう興味があるんだったとしたら、自分がこういう何かしなきゃってことをやろうとするとかっていうことをやめて、自分に素直な生き方っていうものに切り替わるだけで男性は全然変わってっちゃいます。まあ大体夫婦になって結婚までするっていう風だと、どっか根底的に性質が合わなくて本当に間違っちゃって結婚する人もいるんだけど、大体半数ぐらいの人はさ、まあ馬が本当は合うんだろうなっていうような人と結婚してたりもするんですよ。だから奥さんの方がすごい防衛をない状態、つまり素直な状態で生きると旦那さんは劇的に変わりますからね。これ夫婦関係やってる人とコーチングしてると、すんなり離婚っていう風に、パートナー選び間違ってたって分かってすんなり何の苦もなく離婚なんだって答えがストンときて離婚する人もいます。でもあ、これは離婚じゃない、自分の中で別れるってことが最善ではないってなって、この人は一緒に生きていく人には違いないって分かった人は攻めるっていうことをしなくなる、なるだけで男性の態度が全然違うんですよ。つまりその自分がしてほしいことを迂回して喋ったりとか、操作性を持たせてなんかこう遠回しで言ってたってことを直接言うことによって、シンプルにあそうかっていう風になって、やってもらえたみたいな風になって嬉しくなるわけですよ。女の人もさ、なんだただ素直にこう言えばよかっただけなんだっていう風に分かって、どんどんとそういう方向性に行動が勝手に変わってっちゃうと、旦那さんがどん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 優しくなって、全然なんか別々の部屋に過ごしてた、はいちょっと失礼しますみたいな感じの関係性の日だったら一緒にランチ食べに行くとか、旦那さん休みだったらそういう風にするとか、なんかもうすごい仲良くなっちゃったっていう人はまあほとんどですね。まあストンと離婚するに至るか、全然関係性がいい方向に変わるかの、まあどっちか、それはもう最初のパートナー選びで間違ってたっていうことに気づいたら気づいたら、それは仕方のないことだし、だから自分がへんてこりんな行動をしちゃうっていうのは、もう自分がもう愛されてないんじゃないかっていうふうに思い始めて、そわそわし始めて、つなぎ止めようとしてへんてこりんなことをやると
それに見合った態度が出てくるようになってどんどんと。で自分がいつも素直だと男性は結構防衛きつかった人でも、あ、なんか俺は彼女のために生きてるんじゃないかくらいの考えが起き始めると全然自分の中でも男性が女性と付き合う、素直な女性と付き合うことによって自己解放が起きてったりとかするんですよね。こんな風に意固地になんなくてもいいんだって、彼女は自分のことをよく分かってくれているっていうような感じ方をどんどんその彼女を通して修正されていくと、社会的な動きっていうのも男性変わっていっちゃうんですよね。男性は容易に女性によって変わります。一旦その中で成熟した関係が起きたとしても、また自分は自分で違う感性の人に惹かれたっていうことがあったとしたら、じゃあお互いの幸せのために別れようとかっていう風にすんなり慣れちゃう夫婦に成熟する場合もあるんですよ。うん、でもそういう人が見当たらない場合はそういう風にもならないんだけど、人っていつ何時自分が惹かれるもっと他の人と出会うかもどうかもわからないからね。うん、別れたから必ずしも2人の関係がすごく悪かったとも言えない場合もありますね。うん、もっと自分の中で興味がある人がもしたまたま出会っちゃったとしたら、別にそれを抑えつけるってこともない。うん、だからこれをね、あんまくれないってなると、くれないじゃんって言って自己価値と連動させてると損得感情が起きてるっていうことになっちゃいますよね。いっぱいもらえたら得したら自己価値上がるいっぱいもらえなくて損してみたいな気になったら自己価値下がるみたいな。うん、だから恋愛をしてるようなんだけど、恋愛の中のベースが損得感情になっちゃってるっていう状態で、こう女の観点で言うなれば、損得のまあお感情をいつもするっていうことが起きてる感情私なんかやってもらえてないみたいな、これがまあ混じってる、これが混ざってるっていうより、これを損得感情をベースにしている。だから観点がさ、自分が要するにいっぱいやってもらえてかやってもらえてないか、つまり得してるか損してるかっていうことに目が奪われてるっていうことを恋愛に持ち込んでる人は不幸になっちゃいますね。なぜなら疑似的な幸せっていうものに観点があるから、あくまで偽物に目が奪われてるっていうことなので、幸せとはまた関係のない事柄を男女という付き合いの中でやってしまっているっていうことになる。恋愛依存症の人はここの高揚感というか快感だけが欲しいから、うん、そこに夢中になっちゃってるっていうことが、依存症が依存症たるゆえんだと思いますね。この快感が欲しいっていうふうに、快感が欲しいっていうことが依存症